今のアフガニスタン情勢でこの日本の大使館からまだ脱出できない人たちが何百人待ってます。自衛隊が行ってなぜそれを全部飛行機に乗せて連れて帰ってくれないの。韓国はもう4日前に全員バスに乗せて韓国大使館からいわゆる飛行場へ直接行って全員飛行機に乗せて帰ったじゃない。なぜ日本は一人しか帰ってない。女の子一人だけ連れて帰って、全員がまだ大使館に残ってる。世界から見ても恥ずかしい限りだ。茂木外務大臣、責任取って取れ。これは何をしてるんだ大臣。その間何をしてた。どこ行ってたんだ一体。イランに行ってたじゃないか。お前はイランに行ってなぜ隣のアフガニスタンの大使館の救済に動けなかったの。大体非常に効率が悪い。お前たちがやってるの